中日元ヘッドにディスられる。エモヤンと伊藤勤の動画、主が見たところお金がないこと、ずっと低迷しているなど全体的にディスっていました。見るの面倒い、抜粋して見てないけど、ヤスは伊藤の管轄だったらしいから、加藤匠とか井涼とか微妙な中堅を若手扱いで育てたのにパッとしなかったのも今のスカスカにつながってるんちゃうの。デーブと江本が出るのはゲストが好きな人でも見たくない。伊藤はネオニナゴど満塁ホームラン打たせたからな。ネオ最後の5試合はショートのスタメンにしたし、立浪が全部ぶち壊したけど、チュニドラはスカウト終わってるのを認めた方がいい。伊藤2期の方から辞めたのか辞めさせられたのかわからんけど、そういう球団ってことや。野手陣の権限はこいつだったんやろ。どの口でディスれるんだろう。監督やってくれへんかない東辻でもええけど、与田の監督時代は作戦と屋敷用意等の全権やぞ。なんで平気な顔でディスってんねん。ディスってもいいからもう一度監督やってもらおうか。西武と韓国と中日ディスってロッテは褒めてるけど、やっぱり楽しかったんかな、強かったし。伊藤クラスならチュニドラに媚びなくても、だから仕事来る。落合政権の時は全てを犠牲にしてでも勝ってたからよくない。与田監督、伊藤ヘッド逆じゃねと思ったけど不満だったんやろな。ヤクルトや阪神みたいに格変で優勝する可能性は中日にもある。ご視聴ありがとうございました。